こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要、この動画を見ると必ずあなたもモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、で概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちら私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日はですね、年収が低くてもモテる男性の特徴とはというお話をさせていただきたいと思います。はい、もちろんですね、年収が高い男性の方がモテる確率というのは上がってくるというのはあるんですけど、じゃあ年収が高い男性でももちろん、モテない男性もね、いっぱいいますし、年収が低くてもモテる男性もすごくたくさんいるんですよね。じゃあ年収が低くて、まあ要は、確率的にはモテる可能性が低いと言われている男性でも、どうやったらモテるようになるのか、そのね、テクニックが3つありますので、今日はそのお話をさせていただきたいと思います。はい、まず一つ目はですね、もう明るいということですね。やっぱり年収が高くても暗くてネガティブで愚痴ばっかり言ってっていう人を見ていると、女性も一緒にいたくないなっていうふうに思うんですね。やっぱり、彼氏とは女性は楽しみたい、一緒にいて一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っているんですよ。それなのに、なんか暗かったりネガティブだったり、どうせ僕なんてみたいにいつも愚痴ばっかり聞かされていると、聞いている方が寝入っちゃう、なんかこの人といても悪い運気になっちゃいそうみたいな風に思われちゃうんですね。でも明るい男性と一緒にいると、なんかこの人といると元気もらえるな、だからね、例えばじゃあご馳走はしてもくれなかったとしても、この人といることによってそのご馳走以上の元気を自分ももらえる。この人といるとなんか落ち込んでいたけど、なんか明るくなっちゃった、そんな悩み事ってどうでもいいやっていう風に思っちゃったなっていう風に思わせることができれば、そんな年収とか関係ないんですよ。もうプライスレスですよね。一緒にいるだけで私は幸せな気持ちをもらえるなっていう風に思ってもらえます。だから明るい男性っていうのはね、やっぱりモテる要素の一つ、大きな要素の一つになりますので、明るいっていうのはすごく大切になります。そして2つ目、もうこれも聞き上手ですね。もう聞き上手めちゃくちゃ大切。やっぱり女性って普段からこうね、喋るんですよ結構。多くの女性は例えば6時間、カフェで友達2人女の子同士でお話をしていてって言われても全然苦痛じゃなかったりするんですよね。でも男性のお友達2人でお酒も入らないで昼間から6時間カフェで一緒に入れますか？ね、入れるっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、大半の男性はお酒もないそんな状態で6時間も2人っきりでカフェでお茶をするなんて無理って思う人多いと思うんですよね。もちろん何人かいたり、ね、お酒が入ったりすればいけるっていう人はいると思うんですけど、女性はもうノンアルコールで全然いけちゃうわけですよ。それくらい女性っていうのは聞いて聞いて全部話したい、私のこと全部話したいっていう生き物なんですね。本当は男性にも全部話したいし、全部話してほしいって思っている人の方が多いんですよ。でも男性って結構自分の話あんまりするの苦手とかいう人とか多いと思うんですよね。だからこそ、ね、聞いてくれる人に対しては自分が話しちゃったりとかあると思うんですけど、それ以上に女性は聞いて聞いて成人なんですよ。だからいつでもどこでも私の話を聞いてほしいって思っている人の方が多いんですね。そして聞いてくれる人に対して何度も言いますけど、好意を持つんですよね。だからこそあなたが楽しそうに女性の話を聞いてあげることによって、聞いてもらった女性があなたに対して好意を持っていくんですよね。それもプライスレスなんですよ。なぜならば、そんなにとことん女性の話を聞いてくれる男性ってなかなかいない。だって疲れるでしょ。だから女性の話ってもう止めどなく、もうはっきり言ってオチもなく、何を言いたいのかもわからなく、さっき話してた話からもどん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 飛んでって、あれ私何話そうとしてたんだっけとか途中で言い出して、まあいっかみたいな感じでまたよくわからない話が始まってみたいなのを延々
年と聞いてるのって結構苦痛だと思うんですよ、男性にとってはね。でもそれを楽しそうに、あ、そうなんだね、あ、わかるわとか、聞いてくれる男性っていうのは女性からしてみれば貴重なんですよ、ものすごく。そんなの年収なんて関係ない、プライスレスですよね。で、私の話をよく聞いてくれて、私にすごく興味を持ってくれる、こんなに安心させてくれる男性はいない、好きかもって思うわけですよね。だからこそ、話をとことん聞いてあげる、とことん聞き上手になってあげると年収関係なくモテるようになります。はい、そして3つ目はですね、感謝上手です。男性ってね、結構ありがとうとかごめんなさいっていうのを苦手な人すごい多いんですよね。でも女性の方が結構ありがとうとかね、ごめんなさいっていう人多いと思って、特にごめんなさいっていう言葉は男性すごく伝えるの苦手ですよね。男性は戦う生き物だから、ごめんなさいって言ったら自分が負けてます、悪い、非を認めているっていう風にもう自分では思っていなくても、もう本能でそう思っていて、なかなか謝ることができないっていう男性多かったりするんですよね。だけどそれをちゃんとごめんなさいって伝えれたりとか、あとありがとうっていう言葉もきちんと伝えることができる男性って意外と少ない。いつもちっちゃなことでもありがとうってね、女性ってね、ほんとごめんなさいなんですけど、そこそこ恩気せがましいから、私はこれをやった、私は何をやったっていうのを覚えているんですよ。男性はいちいちそんなこと覚えていないっていうようなことでも、女性は私がやったことっていうのを覚えているんですね。それを全部拾ってありがとうって言ってくれると、女性はもっとやってくれます。もっともっとありがとうが欲しくて、あなたにいろいろしてあげたいって思うんですね。で、そのありがとうが、あなたにのありがとうが女性にとってはすごい大きな大きな財産なわけですよ。私がやってあげたこと、やったことをこの人はいちいち拾ってくれて、いちいちありがとうって言ってくれる、私もっと頑張ろう、だからこそ、年収なんて関係ない、プライスですね。それをいちいち拾ってありがとうを伝えられる男性ってすんごい少ないんですよね。だからこそ拾える男性っていうのは女性からめちゃくちゃモテる、年収よりももっともっと、素晴らしいコミュニケーション能力って言えますので、ぜひね、そのありがとう、相手のなんかしてくれたことを拾ってね、拾い上手とも言うかな、そして拾い上手で感謝上手になるっていうのがめちゃくちゃ大切になってきます。はい、じゃあおさらいしますね。まず一つ目は明るいこと。とにかく明るくないと女性っていうのは一緒にいたいと思わないです。明るさはプライスレスです。そして二つ目は聞き上手です。女性は話したくて話したくてしょうがない生き物だからこそ、自分の話を、自分に興味を持ってくれて話を聞いてくれる男性はプライスレスです。そして三つ目はですね、感謝上手、受け取り上手とも言います、拾い上手とも言うかな、あなたが女性からしてもらったことをいちいち拾っていちいち感謝する、で女性はもうありがとうの言葉でも何でもやってあげたいと思っちゃうんですよね。その言葉は本当に貴重ですので、プライスレスです。この3つしっかり覚えていただければなと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つのモテる動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。